皆さんこんにちは、佐野です。今回また佐野ギターレッスンですね。今回の曲はですね、またマイケル・シェンカーなんですけども、名曲キャプテン・ネモをちょっとゆっくり弾いて解説していきたいと思います。まずはですね、テンポを落として、本物は117ぐらい、それをテンポで約大体80ぐらいにして、遅くしたオケと一緒に弾いてみますので、まずお聴きください。弾いてみました。テンポ80ぐらいでですね、とても難しいです。弾きづらい。でまずこの、そういえばですね、今一応雰囲気出すためにですね、和をかけてましたので、ソロっぽい感じで GT1 ですね。で今これからはこの普通の音でご説明します。まずこの最初、何といってもイントロ、このここですね。ここの、ピッキングもそうなんですけど、フィンガリング、このここが、僕はですね、手がそんな大きい方ではないので、ほぼクラシックですねって弾いてます。で完全にこうクラシックではなくて、ロックっぽいクラシックっていうんですかね、というちょっと親指出てるぞぐらいの、その状態でこの3弦の12を薬指アップピッキングですね。でダウンで5弦の12を中指で、アップで3弦の下指。ここがなかなか多分最初難しいと思いますね。でここはまあ普通オルタネイトで、ここは何ていうんですかね、問題はこのピッキングの位置っていうんですかね、ピッキングフォームの位置ですね。
最初5弦6弦で始まるので結構上にいるとですね、次のスキッピングがちょっと難しくなるね、これが。ですからもうほぼ3弦弾けるぐらい、3、4弦弾くぐらいの位置にいてですね、それで上はちょっとこう手首を返して弾くと。ですから最初からこうではなくてこんくらいにいて、そうするとちょっと手首の返しだけで結構そんなに間違わずに弾けます。で、例えばですね、このテンポを80ぐらいでですね、クリックに合わせてね、的な感じでね、まあ、練習していくしかないと思いますね。あと、まあ、右手しっかりできてない人は多分ノイズの嵐になると思うんですね、スキッピングばっかりなんでね、まあ、綺麗にマイケル・シェンカーのように美しく弾くためにはやっぱり、まあ、左手のフィンガリングもそうなんですけど、やっぱりこの曲は右手ですね、右手のピッキング、オルタネイトでしっかり弾くと、そんな感じですね。で、次 A メロっていうのかな、1番なんですけど、ポイントは異弦同フレットですね、異なる弦の同じフレットというテクニックが出てきますね。で、本人マイケルさんはどうやってるか、ちょっとこれ弾いてるマイケル俺動画で見たことないのでわかんないんですけど、僕はこのここですね、このあと、まあ、多分中指だけでやるときついですから、最初は人差し指スタートで薬指でプリング、で中指で上行く、で中指はちょっと深めに最初から押さえておいて、ここで異弦同フレットというテクニックを使います。それ中指を押さえた時にもう4弦の10フレットを中指で押さえてるんですけど、もう指先が5弦に触れてるわけですね。見えますか？で、今寝てる状態。これ指を立てると、綺麗に弾けると。音も切れずに、音も重ならずに。これが異弦同フレットという弾き方なんですけどもね。こんな感じで弾いてもらうと、綺麗に弾けると思います。で、またイントロ、リフが、わちゃわちゃ入ってですね、で1番と2番の間はこのポイント1音半チョーキング、このでここは私は下に上げてます。ご本人知りません知ってる人教えてください。まあ3弦を1音半この状態で上げるのは、要はその前プリングしてるので、どうしても指の何て言うんでしょうかね、その感じがね、こう下に行ってるわけですね。ですからそのままこれでこうなってるので、この上げるとはちょっと一瞬にして1音半上げるのはなかなかきついと。ですからこのまま結構簡単に上がりますか。ですね。僕はそうやってます。その方が楽に上がりますね。次のテーマですね、この。ここは6弦、なかなかビブラートをかけつつ、スタッカート。で、ここのスタッカートは、ピックストップっていう、ね、弾いた後、すぐピックで止めると。これを左手だけでスタッカートしようとすると、どうしてもこういうふうに、若干ノイズが出るんですよ。で、本来の音の止め方、この主導部分で止めると、早くできないですね。こういう場合は、まあ、ピックストップ。弾いた後、すぐピックをつけるだけ。これはですね、まあ、スモーク・オン・ザ・ウォーターとかで、すごい使うテクニックですね。これなかなか結構練習しないとできなかったりするんですけど、で、まあ本当のスピードだとこんな感じですね。次はこれか。
まあ、これは僕あの薬指で上げて小指でやってますけど、まあ、普通こうじゃないですかね。そうですね、マイケル・シェンカーだと間違いなくこうやってるとかです。僕はこうやっちゃいます。ですね、これで前半部分ですね。で後半、多分めんどくさくて作ってないんですけど、ここはもう情感たっぷりに弾くと、もうそれしかないですね。ただその時にちょっとね、あの、なんて言うんだろう、この5弦6弦ってすごい簡単にね、激しく揺れちゃうわけですよ、ビブラートが揺れて。ですから、あの、情感たっぷりと言ってもですね、このちょっと指先のコントロールはしないと、ほんと簡単にこんな感じになりますね。こう、優しい感じで。で、次の、あの、駆け上がりですね、難しいところ。で、その前が、ここから繋がってるんですね。ですからその前からピッキングをちゃんとオルタネイトにしておかなければダウンからスタートできないと。でここで難しいのは、あの、これずっと同じ感じで下がっていくんですけども、あの、最初はですね、こういうふうに全部フレットが変わるので指がバラバラなのでそんなにノイズが出ないと。で問題は2弦絡んだ時ですね。この時にちょっと1フレットずれるんですね、2弦だけ。それでその時にまたさっきやった2弦同フレットを使うんですけど、人差し指でここでまた2弦同フレットですね。指の腹で、人差し指の指の腹で2弦を押さえて、で次に指を立てて3弦を押さえると。そうすると2弦は自然に離れて3弦だけなると。でこんな感じで練習していただけると結構すごいいい練習になると思います。でももちろんだんだん速くしていかなきゃいけないんですけれども、特にマイケル・シェンカーの曲はより正確性ですかね、ピッキングの正確性が求められるので、あの、本当にミュートをしっかりしてピッキングをしっかりしないとマイケル・シェンカーに聞こえないというね、本当に丁寧に弾く方なのでマイケル・シェンカーさんですね。以上ですね。ではまた。